こんにちは、炎です。今日はですね、女性用風俗で女性から選ばれる男性の条件第2弾ということでですね、優しさについてのお話です。優しくて気遣いのできる男性が女性に選ばれます。これについてはよく女性が好きな異性のタイプとかっていう話になるときに優しい男性っていうのが挙げられるので、そういったことからも感覚的にはまあそうだよねっていうふうに思うようなことではあるのかなっていうふうに思います。しかしながら、ここで言われる女性が求める本当の優しさっていうものを理解している男性っていうのはとても少ないです。男性は優しさというものをイメージするときに、ただ優しくしてあげればいいのだろう、ただ女性のためにいろいろとやってあげればいいのだろう、そうすれば優しさっていうものは伝わるはずなんだ、そういうふうに考えてしまいがちです。しかし、本当に女性が求める優しさというものは自然な優しさです。素のあなたから出るナチュラルな優しさです。逆に男性がやってあげているとか何かの思惑があって無理にやっている優しさっていうのはただの押し付けでしかありません。例えば女性用風俗ではこう施術の前に歯磨きをしたりってするんですね。で、その時にこう女性が見てないところで歯磨き粉を歯ブラシにこうホテルに備え付けの歯ブラシにこうつけといてあげるみたいなセラピストがいるんですよ。これっていうのは優しさでしょうか？もちろんね、女性の中には、あ、そこまでしてくれて嬉しいっていう女性もいると思います。でも、多くの女性はそこまでされるってのは不自然に感じますし、あ、仕事だからやってくれてるんだなっていうふうに感じてしまいます。あ、申し訳ないなっていうふうな気持ちになる人もいると思います。さらに、これは女性の立場になって考えればわかることだと思うんですけど、よく知らない男性にそういうことをされたら怖いですよね。大事なのは気遣い。その気遣いっていうのは本当にそういうことまで考えられた上での気遣いですかということです。女性の目線に立った上での気遣いですかと。ここまでやったんだから、頑張ったんだから、この優しさってのは伝わるだろう、喜んでもらえるんだろうっていうふうな考えっていうのは捨てなくてはなりません。そうではなくて、男性から自然に出る優しさ。例えば、外を歩くときは車道側を歩く。重い荷物を持ってあげる。歩くときは歩幅を、歩く速度を合わせてあげる。そういった当たり前の気遣いっていうのがごく自然にできる男性っていうのを、女性は優しい気遣いのできる男性っていうふうに認識します。それでこの人は本当に優しい人で、普段からみんなに優しくて気遣いのできる素敵な男性なんだなっていうふうにイメージします。そこからこんな素敵な男性に自分だけへの優しさっていうものを引き出したいとさえ考えます。けれども、そういった行動が不自然であったり、ぎこちなかったりすると、それが女性用風俗っていうステージの話だったら、あ、お金のために仕事だから頑張ってやってくれてるんだなっていう風に感じてしまいます。場合によっては女性に卑屈な思いをさせてしまうかもしれません。普段の普通の男女のコミュニケーションでも、女性が押し付けがましい気遣いってのをされると、あ、こいつ私とエッチしたくて頑張ってるんだなとか、なんか気に入られるためにこびててダサいなっていう風に思われてしまいます。よって、女性が求める本当の優しさを手に入れるためには、普段の生活の中から相手を思いやった当たり前の気遣いをして、それが自然にできる、そういう男性になる必要があります。ですから、あなたが日常から意識して無理のない気遣いっていうのを常にしていけば、それが自然にできるようになって、女性に選んでもらえる本当の意味で優しい男性になることができます。じゃあ、その感じで。